はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで高近さんですね。はい、ダイヤモンドキング2箱です。いつもありがとうございます。一つ一つ開けていきます。ダイヤモンドキングあと もう少しまだ在庫あるような感じです。一応8900円で、サインが1枚とメモラが1枚ですね。2ヒット系ですね。あと大谷選手のカードが、2種類プラスバリエーションがあるので結構出やすい商品です。ちょっとあの絵画調というかね、絵のような、カード写真を使ってますね。まあ好き嫌いはあるかもしれないですけどね。まあお好みだったら全然いい商品ですね。こんな感じです。はいはい、いきます。はい、ひっくり返ってる。ひっくり返ってるのが大体バリエーションとかショートプリントとかハイナンバーとかですね。インサートハッパー。はい、大谷君今来ました。ワン大谷、ワン翔平か久々です。73番。で、この辺もルーキーか。で、ひっくり返ってる。もうメモラー出ちゃいました。でも、レジェンドですね。キルベリューさん。レジェンドのジャージです。おー、でもピンストライプ入ってる。はい。レジェンドジャージ、シリアルはないですね、でもね。あ、はい、もう大谷君2枚目、通商兵来ました。今度バッティングの方です。で、ひっくり返ってるのはベリンジャー。あ、セピアの赤フレーム。おお、ひっくり返ってんの。大谷さん。分かっちゃいますね。覚えちゃう。あ、ブラックホワイト。大谷さんのブラックホワイト。これで3勝平です。すごいです。いつもいっぱい出ますね。半分いってないでしょ。3分の1ぐらい取っただけですね、今ね。はい。二度さんは、これハイナンバーですね。100番以降がハイナンバールーキーになってます。そこに一郎さんとかがいるんですね。あ、翔平。ギャラリーの翔平来ました。はい、4翔平です。お、いい勢いですね。7翔平いっちゃいますか。もう4カードです。はい。カモン、オーロラでしょう。どうでしょうね。はい。マダックスですね。あ、はい、これサインだ。はい、ルーキーですね。ピッチャーのルーキーです。メッツのピッチャーですよね。うん、ニューヨーク。多分メッツで大丈夫ですね。フレックス。はい、メモラがキルベリーのレジェンドで、サインはルーキー。ただ大谷君が4枚も出てます。これ違うか。はい、ベーダーさんね。はい。エンゼルスに来たら、ベーダーの格好させられんだろうなっていう感じです。オーロラ。はい。翔平来たマジでこれでもう5枚目です。はい、すごいですね。はい。5翔平です。ターナーですね。フリードがひっくり返ってます。はい。ということで、5カードでした。ギャラリーが箱2か。で、オーロラが箱1。両方大谷くんでした。はい。じゃあ2箱目いきます。いいですね。うん、1箱から5枚も出る。大谷くんが5枚も出る。商品。ないですよね。これだけですよね。
今パーソナルブレイク、ね、高近さんからご依頼を受けて開封しております。あ、一泊目は、ファイブ翔平でした。二泊目どうでしょう。こればかりはね、もう運ですからね。カルフンと JD。打ってますね、JD ね。お、アルビーズがひっくり返ってて。あ、パッチだ。2球の4球ですね。ちょっと分厚いカードでパッチです、一応。アルビーズ。17本ぐらいいってます今。6本7本ぐらいいってます。お、AP、誰だ、ルーゲリック。84の99ですね。アーティストプルーフですね。シリアル入り。はい、ワン翔平とりあえず。よいしょ。レジェンドですね。ホセラミです。ミッキーマントル。の21の49シリアルです。ミッキーマントル。マダックスですね。ん、ひっくり返ってる。ホスキンスだ。まあ悪くないです。白黒ホスキンス。これはクルーバー。はい、トゥー商品。うん、出ますね。あ、ハイナンバーイチローも来ました。イチローさんはハイナンバーしかいないんでね。ダニエル・マフィで、オーロラあります。大丈夫。リンドアですね。オーロラはリンドア。マントル、アルトゥーベひっくり返ってます。ジョージ・ブレット、これがサインかな。大でしょう。ほい、デリック・フィッシャー、去年のルーキー。あ、でもちょっと分厚い。お、ダブルパッチオート11の25ですね。25枚限定です。アストロズですよね、デリック・フィッシャー。はい、25枚限定11番通商兵で終わりか。どうだ、クレメンテ、これハイナンバーじゃないや、バリエーションか。これバリエーションですね。オートバリエーションだ。19番ですからね。はい、ということで1箱目、ファイブ商兵で、2箱目が通商兵、1箱目がルーキーオートで、2箱目は、ダブルパッチオートという感じでした。高近さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。